皆さんこんにちは。今日は次期大型アップデートシーカーでデストロイの変更点が公開されたので一緒に見ていきましょうか。中でも戦車のモジュール改良と航空機のレーダーインディケーターの改善はまさに目玉中の目玉。FOX-3 ミサイルも導入されるとのことですから、この手の話題には皆さんのレーダーが反応するのではないでしょうか。まず戦車のモジュール改良について照準を合わせていきましょう。新しいモジュールの追加でダメージモデルがさらにリアルになりました。まるで戦車が生命を出したかのように。どう？言い過ぎかな。オートローダー、火器完成装置、動力系統など、まるでパズルのピースのように様々なモジュールが組み込まれましたので、それぞれ何なのか説明します。自動装填装置、通称オートローダーと呼ばれるものですね。現代戦車にはほとんど装備されているはずですが、これが損傷を受けると装填ができなくなります。すでに装填されているものは発砲できますが、こうなってしまうとかなり困りますね。射撃管制システム、もしくは FCS が損傷すると、それに関連する機能も停止します。それらには手法のスタビライザーなどが含まれ、どれが機能を停止するかは X 線モードで FCS にカーソルを合わせることで表示されるリストで確認ができます。電源システム、電源に問題が起きるとこのモジュールに火災が発生し、 FCS などを筆頭に様々なモジュールの故障および機能停止につながります。ドライバーコントロール、ここを破壊されると今までの履帯と同じように移動や回転といった動作に関連する身動きが取れなくなります。エンジンと履帯を破壊されたら止まるに加えて、このモジュールも今後は気をつけなければならないということです。電子機器、これも破壊されると IRST やレーダーといった電子機器が機能停止します。チャンネルと、あ、これは違いますね。これらのモジュールが損傷を受けると、関連するシステムがまるで風邪をひいたかのように機能が停止したりするため気をつけないといけません。例えば砲塔の回転速度が亀のようにノロノロになったり、エンジンの出力がまるで咳き込むように下がったり、まあ最悪の場合止まりますね。戦略的な選択肢がチェスの終盤のように広がるのは間違いありません。敵なら弱点をぶち抜いてニヤニヤしながら有利に立つのが最高の瞬間なので、そういった機会が今後増えるかもしれませんね。ん？そういった時に限ってキャス？なんでしょう？知らない子ですね。ちなみに既存の修理キットでこれらの新モジュールも修理可能なため、新たな改造開発は不要です。次は航空機乗りの皆さんにカタツムリ外人からの贈り物です。レーダーインディケーターがまるで魔法にかかったかのように大幅に改善されました。敵機の追跡と識別が直感的になりました。アクティブレーダー探査機を備えたミサイルの位置がリアルタイムで表示されるようになりましたからね。ミサイルとターゲットの間には運命の赤い糸のような接続線が表示され、管制観測装置で誘導されている間はターゲットが円で表示され、本格的に目標を捕捉したら円の表示は消えることで切り替わりを認識できます。また地上クラッターの表示も変更されました。レーダー操作に自信がない方もこの機会に挑戦してみてはいかがでしょうか。きっと新しい世界が目の前に広がるはずですよ。でもここまでするならミサイル撃つ時に言ってくれたらもっと最高ですね。 FOX-3 もちろん他にも目白押しの改善点があるんですが、もう少しで1400人参加型で一緒に楽しんだりもしたいので、ぜひ登録してもらえると嬉しいです。船舶乗りの皆さんには新しいレーダーシステムによる鉄艦探知能力の向上と艦砲精度の改善がまるで新しい武器を手に入れたかのような感覚をもたらすでしょう。そしてインターフェース改良による操作性と情報把握の向上は新しい感覚をもたらしてくれそうです。ヘリコプター乗りの方は新しく導入された詳細なコックピットにまるで現実の戦場に立っているかのような錯覚を覚えるのではないでしょうか。特に VR だと思ってやばそう。さらに搭乗員モデルの更新やバグ修正による安定性の向上もあるため、もしかしたら問題抱えている人がいたら今回の修正で治るかもしれません。これを言い忘れていましたが、以前のエイプリルフールで実装されていたホイールの分離も今後は正式に実装されます。これによって装輪車両のホイールが容赦なくどっか行くので、足元にお気をつけください。さてシーカーのデストロイで判明した変更点についてお話ししましたが、いかがですか。特に戦車のモジュール改良と航空機のレーダーインディケーター改善はゲームプレイにまるで新しいエンジンを搭載したかのような大きな影響を与えるんじゃないかな。コメント欄で皆さんの意見を聞かせてもらえると嬉しいです。